おあるっつって、これやるよ、うん、これバレてないっす多分これでバレるっすっていいね、決まってるわ、あざっす。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックは映画、モデル、さまざまな分野で活躍する俳優の窪塚愛流さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、はじめまして。はじめまして。はじめまして。あ、はじめまして。愛流さん、初めて拝見したのが何年か前に、はい、ベストジーニスト、あ、はい、撮りましたよね。撮りました。あれを見て、うわかっけえなーって思ったのを、まあ、アントニーもやっぱ水面下でベストジーニスト狙ってるんでちなみにアイル君はこの番組見たことあります？あります。あのアナーキさんだったり、うん、あとは JP ザ・ベイビーさんの回を見ました。あの僕の友達にラッパーがいて、うん、その子が JP ザ・ベイビーさんと曲をして、うん、それでありがたいつながりで、うん、JP ザ・ベイビーさんの誕生日の一昨年去年の日にお会いさせていただきました。はいはいはい、あ、そうなんだ。はい、さあそして目の前にあるのが、アイルさんのスニーカーコレクションになります。いやー結構あるね。そうですね。今回持ってきてもらったのは何足ぐらい？僕が履いてる靴を含めて35足。あ、35足。はい、ナイキ、ジョーダン多いですけど、うん、そっちに傾かずにいろんなブランド履いてます。仕事で使って、うん、のをこそいただけるとか、ドラマでもうクランクアップしてこの靴あげますよとかで、うん、めっちゃいいじゃん。はい、ちなみに今日履いてるのは、これはセリーヌのスニーカーです、ね。セリーヌ、はい、ちょっとかっこいいね。はい、セリーヌもこんななんかスポーティーなやつあるんですね。僕もびっくりですね。僕あの大阪によく帰ることがあって、うん、友達がいて、うんうんうん、よくこれを履いて大阪に帰ったりします、ね。うん、へー、じゃあ結構持ってるスニーカーの中でもお気に入りと。お気に入りです。へー。それではアイル君、1足目のスニーカーをお願いします。はい、まずは、うん、こちらですね。ほう、オフホワイトのアウトオブオフィスです。あ、いいっすね。はい、フォルムがすごい好みマッシーというか、うん、カクッてしないじゃないですか、うんうん、そうだね、丸みを帯びたというか、そうだね、ちょっとぼったい感じの、はい、それが当時の僕の着てたファッションにとても合ってて、うんうん、なんか何にでもこうこれを履くと全部決まるっていうことがあったんで、もうこれは高校生の僕には必須アイテムでした、ね。なるほどね、はい、父親から譲り受けたんですけど。なんだって？あの父親はめっちゃ綺麗に履いてたんですよ、うんうん、で僕が高校2年生ぐらいの時におしゃれに目覚め始めまして、はい、その時にちょうどこう父親の靴の棚にこれがあっていや、かっけえな。これをこういろいろな了承を経て借りれるようになって、うんうん、そしたら僕門限12時だったんですけど。あ、門限はあったんだね。あったんですよ。へえ。でその12時までにこれをこうすかさず履くってなるほどね、はい。門限過ぎたりさ、じゃあ例えばそれを結構汚した状態とかで返しちゃったりとかするとお父さん怒ったりするの？はい、ふざけんなって共有って言ったらいい言い方なんですけど、うん、僕が一方的に借りてたって感じです。なるほどね、はい、譲り受けたものとかが多いですか？多いですね、うん、まあほとんど譲り受けた。マジっすか。え、そもそもこのスニーカーっていうものに興味を持ち出したのはいつ頃なんですか？高校2年生の時ですね、うん、服に一切興味がなくて、服なんて何でもいいみたいな心が大切だみたいな生意気なだったんですけ ど、ね、なんか友達が古着屋さん巡りにちょっとハマりだして、はい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 、それを影響を受けて、うん、自分もちょっとスニーカーだったり、うん、ファッション、あと帽子っていうものに興味を持ちました、うん、へー。そのぐらいからあれみたいな、うちちょっと生かした服とか、はい、スニーカーとか、そうそうそう、他の家より多いぞってなったってこと？なったっす、なったっすなんだこの靴はみたいな。で僕あのスニーカーその時、うん、全然何がやばいのかとか全然分かんなかったんですけど、うん、まあ そうだよね、それでもやばいんだこの棚全部みたいななったっす。やっぱ結構お父さんもこうきっちり整頓されてるんだ。そうですね、綺麗に整頓されてます。だからこそちょっと汚れあったらすぐ気づくんですよそうなんですよ。結構割とこう几帳面なタイプなんだね。そうですね、
なんか物を大切にしてる人です。まあ、そっかそっか。なんかその中でも特にちょっとこれやばいなって思ったお父さんのスニーカーとかあった？僕的にはこのほうクリスチャン・ディオールの、うわーディオールだ、はい、B30 のスニーカーです。自分がハイブランドの靴を手に入れたのが初めてだったので、シンプルでいいなと思ったんですよ、うん、鼻につかない。確かにそのなんかめっちゃハイブランドっていう感じしないですね。ちょっと落ち着いてて、うん、クリーム色というかベージュのカラーもすごい好みで、うん、これも結構履いてましたね。帰ってきて、帰ってきてただいまじゃないですか、うん、おーあるっつって、これやるよっつって、僕もいきなりいいのみたいなとか朝起きて、うん、あこれやるよみたいな、みたいな。結構いきなりサプライズでもらったみたいなものが多いんだ。そうですね、もう普通あこれあげるみたいな。他には何かありますか？これかな。ほう、はい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 。これはあのダンクロストリートホークです。左右違うデザインっていうのが自分の中でこう衝撃で、はいはいはい、これはやばいなと思ったのと、うん、これ食って書いてるんですよ、ね、中国料理を水彩画でデザインした靴っていうのを聞いて、あ、本当だエビチリだみたいないやそれ、じゃあこれチャーハンとか入ってんじゃないみたいな感じでこうやってずっと見てました。見て、はい、他になんかナイキで思い入れのあるスニーカーとかありますよ？これです。うわアンブッシュとナイキのコラボ、うん、これは僕のスニーカー概念を覆してくれた、おとっておきの靴で。なるほど、どういうところが、まあ、デザインもこうナイキのこのここがチュッて出ていや分かる分かる分かる、これ結構いいなと。うん、かっこいいよね、はい、これ履くと、うん、マジで超元気になる。あめっちゃお気に入りで超綺麗に履いてたんですよ、うん、でもある時友達とフェスに行って、結構山なんですよね、車で結構山頂まで行って、あの天候とか何も気にせずに行ったんで、うん、下ぐっちゃぐちゃなんですよ。あもうオーマイガーってなってドロッドロになったんですよ。ドロドロでしょ、もう笑えないぐらいドロッドロになって、中も泥の跡みたいなのがあって、でずっと泣いてたんですけど、うん、これも思い出だなと思って、うん、そういいよ、うん、分かる分かる、うん、その思い出の証っていうのを思ったらすごいポジティブに考えれて、うん、だから他のスニーカーもちょっと汚れても、うん、あんまりこうネガティブにならなくなったっていう、うん、こいつのおかげです。なるほどね。続いてはおこちらです。またちょっとグッチアディダスのコラボ、うん、ガゼルです。あーかっこいいね、はい、これも当時話題になりましたね。至る所にこうグッチのマークが入ってるのにもかかわらず、うん、ちょっと落ち着いてて、うん、でこれも割と何にでも合わせやすい、うん、しこの裏にアディダスのマークで下にグッチって書いてある、ね、これかっこいいな。かっこいいね。自分が初めてこの仕事をしている中でお給料をもらった時に、うん、あの iPhone ケースを買いに行って、はいはいはい、でそれからちょっと止まらなくなっちゃって、おで AirPods ケースだったり財布、うん、あとクッションとか、あそれは全部グッチ。全部グッチ。はい、一番最初のお給料は iPhone ケース、はい、グッチの。グッチでドラえもんなんですよ。あの、はい、はい、グッチのドラえもんコラボのやつだ。そう、可愛らしさあったら、うん、親にもなんかなんだよこれって言われないかなと思ってなるほどね、はい、ブランドも似てても。そしたら逆に言われたっす、なんだよこれってでもなんか買ったものとかに対して結構お父さんが触れてきたりとかするの？しますね。それで言うと僕がブーツ買った時があったんですよ、うん、ドクターマーチの、で買ってきて、まあ、僕、まあ、ずっと欲しかったんでウキウキして、うんうん、ただいまって帰ったら第一声、なんで靴買ったんだよみたいな、こんなにあんのにみたいなそれ言う貸してくれないやんじゃあ全部靴買って履かせてくれよと。そうそうそうなるほどね。自分で買った中でちょっとこれは高価だったな、一番攻めたなっていうスニーカーはどれですか？そうですね、うん、これは、おこれです。これなんだ、はい、これお父さんからじゃないんですね。これは自分で買ったっす。あら、行ったね、行ったね、
これはあのオフホワイトとナイキのウィメンズエアジョーダン4です、はい。これは割と3年ぐらい探してて、うん、でどこにもお店とかなくて、うん、本当に日本で実在するのかなって思ってたぐらいだったんですよ。でその時に友達の誕生日プレゼントを靴あげようと思って、うん、で大阪のオレンジストリートにある、はいはい、あの靴屋行ったらあって、うん、24万5万ぐらいでした。いや迷うよねその金額ね、はい、でも買いたくて、でも高くて、高くて30分ぐらいずっとこう見ててこうやって会ってガラス越しに会って、それを買う時に友達の買い物で行ったんですよ。いやそれがですね、うん、買わなかったんですよおいもうちょっと全部使っちゃって次の月にしました友達はでこれは履けてないっす、まだまだ履いてない、はい、汚れそうじゃないですか色的に。まあ確かに一番目立つ色合いだからね。でこれこそなんか本気のパーティーとか、うん、雨じゃない日にちょっと来たいな。いやいいよ。家入れてから初めて出したっす今日。あーそっか、はい、その買い物はお父さんにバレてない？これバレてないっす多分これでバレるっすこれでバレちゃう。バレる。今ちょっと一発履いてみる？マジっすか。うん、どうよ。いいですねそれ。今ちょっと履いてみようよ。あいいわ、やっぱいいいい、めっちゃいい。うん、しかも今日の感じもめっちゃ合ってるわやっぱ。おお、いいねいいね、決まってるわ。あざっす。うん、いやアントニーさんが言ってくださった、らなかったらこれ履いてないです。履いてないでしょ。いやいや、言ってはないでお気に入りのスニーカーを買って足にこう通す瞬間が一番気持ちいいからね。すっごい幸せですねね続いてはうんこちらです。おコンバースウェポン。おお、はい、ウェポンいいね。白ベースで赤の差し色が入ってる靴を持ってなかったので、うん、赤色が入ってる服とか着るんですけど、うん、その時にこれが一番合わせやすいっていうことが分かって、うん、これよく履きます、あとめっちゃ履き心地が良くて、うん、くるぶしのところがちゃんと締まっていて、こうホールドされる感じ、はい、うん、だから全然こう激しい動きにもこうこいつは耐えてきて、ワコマリアの、うん、赤ベースで、まあ、黒の京柄が入ってるデザインのセットアップ の服を持ってるんですけど、うん、それによく合わせます。それこそあれスニーカーでワコのもあるなと思って。あそうです ね気になってたんですよ。このこちらですね。えこれもかっこいいよね。よいしょ。これ天国東京ワコマリア でここがちょっとヘビ柄。そうなんだよね、この装飾の部分が。で、ガムソールで。これもめっちゃ履き込みましたね。ちょっと白くなっちゃったんですよ。かっこいいよね。これも気に入りです。なるほど。ファッションで、はい、こう影響を受けた人とかいます？なんか学生時代の時は割と海外のラッパーの方とかのファッションとか見てましたけど、最近は一切見なくなって、というのも自分は唯一無二がいいんですよ。唯一無二の俳優であってモデルであって、で誰もなれないし、なんか誰でもない、もう本当にただ僕しかいないっていう人間になりたいからこそ、参考にしてる人とかいないですよ。もう今はないんだ。そうですね、もうずっと常にオリジナルっていうことを考えて、自分を持っていたいっていう人間です。しっかりしてんなおい。このね番組に来ていただいた方には皆さんに質問しております。はい、久保塚愛瑠さん、はい、あなたにとってスニーカーとは何ですか？僕にとってスニーカーとは、自分自身を、自分らしくさせてくれる、自分自身を完成させてくれるっていうか、僕はどんだけいいおしゃれをしても最終的には靴だと思うんですよ。ほう、で靴で決まると思ってて、めっちゃ上かっこよくても靴があんまりだったら全部あんまりだなって思っちゃうんで、自分の好きな靴だったり自分がいいな好きだなって思える靴を履くと、
なんか一日中こう楽しく幸せになる。うん、わかる。わかる。だからなんか自分を幸せにしてくれるのはやっぱ靴なんだなって思います。いやー、こんなにしっかりしてる二十歳。まあもうね、年齢で、ね、あんまりで言うのはあれですけど、いや、これから本当にもうモデルとしても俳優としてもね、素晴らしいキャリアを過ごされると思うので。ということで、本日のゲストは窪塚愛流さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか。面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして今後見たいゲスト、やってほしい企画などありましたらコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。